皆さん おはようございますじゃない。お久しぶりです。ちょっとアレルギーでここ2、3日、まだ全然治ってないんですけど、治ってないというか今相当なんかアレルギーがひどくて、ちょっとお休みしておりました。元気でしょうか。今回ちょっと話したいのは、なんだろう、なあなあ、らっしゃらっしゃ、ギャラについて、海外で歌う人のギャラについて、ヨーロッパかな、アメリカとかは知らないからあれだけど、ヨーロッパ、オーストラリア、中東の、オペラ歌手のギャラについてちょっと今回はお話ししたいと思います。多分なんか皆さんが考えてるオペラ歌手って、その日本でその歌ってるオペラ歌手は多分自分でチケットを買って、でお客に売って、でなんかそれがギャラになる場合とか、あとはなんか10万ぐらいこうポンとやってコンサートやってくださいみたいなのが多分ほとんどだと思うんですけど、2機械とか藤原とかのギャラは僕は所属したことないんで分かんないんですけど、多分日本のそのオペラ歌手っていう、オペラ歌手のイメージっていうか、オペラ歌手の人たちはそのぐらいだと思います。でもそれでレッスンしたり、他の仕事したり、なんだっけ、歌だけで、そうなんだろう、レッスンとかなしに、その純粋に歌の仕事だけで食べてる人は多分いないんじゃないかなと思います。多分日本では不可能だと思いますね。毎日他のいろんなコンサート、ちっちゃいコンサートとか出てたり、オペラだけでその生活してるって人は多分日本ではいないと思います。で、ヨーロッパの、まずシステムなんですけど、とりあえずその事務所、海外の事務所に所属して、でその事務所の人がそう、各劇場にその歌手を売り込む。でいくら、1回いくらで、1回のその相場っていうか、1回のその1回いくらで、計そのワンプロダクション、7、8回あるので、そうですね、だからなんかうまく言えないけど、ぶっちゃけた話、とりあえず僕テノールで主役をやると、例えばナムコのイズマエレとか、マクベスのマクダフとか、あとファウストとかで、そういう主役の場合、主役よりも先に端役の方がいいかな。だからだいたいその若手っていうのは最初なんかそういう端役っていうか、ちっちゃい役でデビューして、ボーンと大きい役に、小さい役でちょっと場慣らしというか、劇場でどういう仕事をするのかっていうのをちゃんと分かるようにしないといけないので、そういうのを分かるようになって、いきなり主役にこうボーンと抜擢されるっていうのがだいたいそういう流れなんですけど、なんかそういう、端役の場合は1回だいたい1500ユーロから、よくて2500ユーロがだいたい相場です。それ1回なんで、だいたいオペラのワンプロダクションって1ヶ月ぐらい、その3週間4週間ぐらい長い稽古があって、本番7、8回あるので、だいたい1ヶ月、そうですね、1回2000ユーロだと仮定して8回公演で、8に16で、1万6000ユーロ
ぐらいが、橋役の1ヶ月のギャラになります。まあそれがなんか主役になってくると、まあ、主役の場合そのプリモキャスト、セコンドキャストっていう、そのプリモキャストに入った場合ギャラがあの倍ぐらい跳ね上がるんで、まあ、その初日をしないといけないので、なのでなんだろう、その主役でプリモキャストの場合、まあ、大体その有名な歌手とかがもらってるのは大体どんぐらいだろうな、どんぐらいだろうなっていうか、1回、まあ、8000ユーロ、まあ、6000ユーロ、まあ、最高で、まあ、1万5000ユーロぐらいかな、が1回の相場です。まあ、それがまあ指揮者とか有名な指揮者になってくると、その1回あの2万ユーロとか1万5千ユーロとか、まあひどい人っていうか、まあそいつ超有名な人だとまあ 3万ユーロとか1回かな。まあ、それがまあ 7,8 回あるんで、まあ1ヶ月、そうですね、まあだから1ヶ月でまあ1000万ぐらい稼ぎます。すごい人はそう、ザルツブルグとか、ザルツブルグの音楽祭とかのギャラはそんぐらいじゃないかなと思います。友達が出演した時は、まあ、大体ワンプロダクション600万ぐらいだったんで、まあまあ、普通の歌劇場、まあ普通の歌劇場ではちょっと高めですね、ザルツブルグとか。まあ、イタリアの歌劇場は大体まあ主役が、まあ、セコンドでも最低3000ユーロ。1回3000ユーロ。だから、まあ40万ぐらい。1回40万ぐらいで、まあそれが、まあ、プリモセコンドで分けないといけない、いけないんで、まあそれがまあ3公演ぐらいだとして、だから100万ぐらいかな、1ヶ月100万ぐらいがまあ普通の相場です。まあ、主役になる、まあ、主役でプリモを張るってなると、それがまあまたその倍ぐらいになる、まあ、200万300万とかになります。まあ日本と比べたらヨーロッパはまあそういうなんかオペラ界のそのシステムがちゃんとしてるので、なんだろう、ちゃんと歌手で食べていくっていうことが可能です。でまあその800万とか900万とか1ヶ月稼いでも、その 10% はその事務所に支払う、その事務所代と、あとまあその税金で、まあ、ちょっと取られるんですけど、まあ、手取りだから、手取りまあだからなんだろうな、まあ、手取りで200万とか300万とかかな。でまあセコンドで僕みたいにその海外で、海外出身、海外の人で、主役のセコンドとかをやる場合は、まあ、大体1回4000、3000ユーロで、まあ、でそれがまあ 4,5 回あるんで、まあ、だから200万中の20万、事務所に払って、また、20万ぐらい、なんだろう、税金で取られるのが160とかですかね、1ヶ月。まあ、ただそのなんだろう、ヨーロッパすげえ、うわすげえマジ日本と全然違うじゃんって思いますが、まあそれはそれで、まあなんだろう、そのレベルの違いであったり、まあ日本がここだとしたらイタリアとか海外の人たちは本当もう、まあ、イタリア特に歌手のレベルは他のヨーロッパに比べて世界一というか、レベルは世界一だと思います。イタリアで歌っていくっていう、そのなんだろう、まあ、お金はすごいけど、イタリアで歌っていく大変さ、
まあ後にめっちゃうまい人が控えてたり、まあ、僕は外国人なんで、その外国人差別もありますし、まあそれに見合った額ではありますね、と僕は思います。まあ海外ではそのチケットを売ったりとか、そういう一切そういうなんかマネージメントっていうか、そういう行為は一切ないので、まあだからそういうことも含め、日本もちょっと、もうちょっとなんか変われたらいいなと僕は思います。なんかなんだろう、結構学生、僕芸大のその学生で同級生とか先輩とかでコンサート来てくんないとか、そのチケットノルマがあるから、そのチケットノルマって何よっていうね、自分のお金でこうチケット買って、それで売らないと赤字になるコンサートっていうのは、まあコンサートじゃないというか、なんかそれだと歌手、オペラ歌手としての仕事ではそれはないんじゃないかなと僕は思います。その歌に集中できない環境が、まずその歌手のレベルを下げますし、そのなんか無駄にね、前日にまでそこチケットノルマ考えて集中できないっていうのも嫌だし、まあだから海外で歌うっていうのは、まあそういうことです。まあだからその若い時に海外に来てレベル上げて、でももし海外でそういうデビューすることができたら、そういうなんだろうそういうギャラを目にすることになります。でもなんか汚い話だけど、まあなんかなんつったらいいんだろうな、まあ夢があるというか、日本にいてね、なんかこう合唱して聖歌隊して、まあ大体その普通の一般のその日本にいるオペラ歌手って名乗ってる人たちの、まああれだと、まあとりあえず日機会か藤原に所属して、まあとりあえずまあ学校委員か博士まで出て、その後どっかの研修所に入って、でももうその時点で28とか29とかなんですよね。でも歌手としてはもうそれで28区でもう終わってるから、もうそこから海外出ようとしたらちょっと遅いんで、まああのあれですよ、ちゃんと歌えてたら別だけど、そこからだからその人気会藤原に所属して、で所属するにも金かかるし、で所属してからそう聖歌隊とか合唱、もしくはその自分で計画したコンサート、あとなんだろうな、あと普通の他のバイトとか、だからそういうことをしながらじゃないと生きていけない、そのオペラ、日本のオペラ界っていうか、っていうのがちょっとなんかね、まあ合唱が好きで合唱するのは全然僕はいいと思うし、むしろそういう人たちがいていいと思うので、いいと思うんですけど、なんかね、なんか若い人たちのそのチケットノルマのその呪縛というか、なんか あれから解放してあげたいなっていうのは、と思いますね。だからまあ海外に来て海外で歌ってまあ稼ぐのが一番、オペラ歌手としては一番いいと思います。歌のことだけ考えて、歌とまあ演技のことだけ考えて、でまあ事務所が他の全部の仕事してくれて、で歌劇場行って歌ってお金をもらうと。でまあこんな感じです。まあ、海外の劇場のそのギャラっていうのは、まあ、各劇場、そのイタリアのセリエ A、セリエ B っていうその劇場のレベルもあるし、まあ、そのフォンダツィオーネって、そのなんていうんですかね、国からちゃんとお金をもらって、
政府からお金をもらってそこから運営してるそのセリアの歌劇場っていうのも、っていうのはまずギャラがすごいです。すごいっていうか、まあだからその言ったように1回3,400、3,000、4,000、5,000、6,000ぐらいがまあ大体普通ですね。まあ8役で1,500、2,000ぐらいかなだと思いますので、ぜひまあなんだろう、海外で主役張るってちょっと難しいんですけど、まあ頑張ればそれは夢じゃないので、まあ、僕は現にまあね21からイタリア来て地道にやって、で、まあ、25歳でデビューして、それまでが4年もかかってるし、またそこからまたずっと勉強もしてるし、今も、まあ、ずっと勉強してるので、結局だから芸大出てからもうかれこれ10年以上勉強し続けて、まだ自分の納得する歌にはたどり着いてないし、まあ、改善する点がたくさんあるので、まあ、そんな中ね、やはり食っていかなきゃいけないので、まあ仕事もするし、まあ、大変ですけど、歌いっていうのは本当に大変なんで、おすすめはしません。本当に自分の娘にオペラ歌手になる、自分の娘がオペラ歌手になりたいとか言うんだったら僕は否定っていうか、まあ、なりたいんだったら助けるけど、でもその大変な道だということをちゃんとね分からせたいと思いますっていうぐらい本当にオペラ歌手っていうのは大変なんで、なんだろう、芸大入ってただ院出て院のレベルでこっち来て、でまあなんかなんだろうな、五島記念取りました、日本コン取りました、マイコン取りましたとかっていっぱいいっぱいいろんな人来ますけど、結局だからこっちで歌える人なんて本当いないので、ねえーまあ、運もありますし、レベルもありますし、その人の、その頭の良さであったり声の質であったり、レパートリーであったり、その見た目だったり身長だったり、全部がこうなんか噛み合ってのオペラ歌手なんで、本当まあ大変ですけど、とりあえずでもギャラの話をしてちょっと夢を持って、まあ、多くの人に挑戦してもらいたいなっていうのが今回の動画でちょっと鼻づまりマックスでアレルギーですいません。でもまあ今言ったようなギャラがヨーロッパで働いてもらうギャラの相場ですね。なので、ヨーロッパで歌いたい方は連絡ください。いろいろ僕もお助けしますので、ね、嫁もキャスティングマネージャーだし、なんだろう、劇場の裏事情は日本人で多分一番知ってるのでヨーロッパのね、日本の裏事情は全然知らないけど、ヨーロッパの事務所など裏事情は全部ほとんど知ってますので、興味がある方はぜひご連絡ください。下にメールアドレス載せといたので、そこから連絡くださいということで、今回は長々となりましたが、長々としかもなんか全然まとまってないけど、ギャラの話です。ギャラの話でした。汚いぶっちゃけた話でしたけど、どうでしたか。で、この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録グッドボタン、また何かこん
なことを話してくださいみたいなことがあったらコメントください。ということで、ギャラの話でした。バイバイ。チャオチャオ。